Você tá bem? Oui. Tá bem? Yes. うめえよ。やっぱな、もう金歯の先は最高なんだよ。今回はね、あれですね、まあ、地雷系のことで、まあ、一緒にお酒が、まあ、1時間ほど飲める動画となっているので、ね、まあ、作業用でもね、なんでもね、まあ、お使いください。ということでね。まあ、ほんまにでもなんか、しょうもない話を淡々としていくんですけれども。なんか自分ね、なんか、しょうもない今年の夏の夢がありまして、それがなんか、ふわふわのね、ふわふわのかき氷あるじゃないですか。なんか夏やったら、なんでしょう、なんか、すごい特殊なかき氷機で、なんかふわふわのやつ出てくるじゃないですか。あれを、食べる前に、いただきますって言って、熱々の熱湯を持ってきて、シャーって熱湯かけて、さーって溶けるじゃないですか。溶けていって、水になったやつをクククククって、息伸びしないっていう夢があるんですよ。ガチでしょうもない。そんなことしたらね、店の人に怒られますよね、絶対。マジでしょうもないんですけれども、ほんまにね、それが夢なんですよね。あと話すことで何かな、あ、面白い話考えついた。面白い話っていうか、自分病院なんかね、持病っていうか、この喉がね、扁桃腺っていうんですか、がすごい、なんて言うんでしょうね、でかかったんですよ、普通の人より。だからちょっとしたことでなんか熱をすごい40度ぐらい出したりしたんですよ。でそれをね、取る手術をしようと思って、でその前に病院で検査しないといけないんですよ。で検査する時にこの声っていうか、この声量っていうんですか、この肺か肺活量かで、なんでどうもお前そんなに語彙力ないねんっていう感じなんですけれども、その肺活量を測るその診断があって、そのね、肺活量の部屋が2つあったんですよ。で自分右の部屋の方に呼ばれたんですよ。でどうぞって言われて、でそれでこうフーって吐くじゃないですか。でも基準値までいかないとあれって、なんかもう一回なんかまためんどくさい審査をねさせられるんですよ。だから先生の方もね、それをなんか嫌がってたんで、なんかもう、いや、もうちょい本気でそばいけるよ、もう一回やろうみたいなって、一斉の、で、ふぅーとかやりますんですよ。先生がね、一番先生が、もうすっごい声出してたんですよ。いくで、3、2、1、ふぅーってつ、ね、これ多分ね、いる当事者にしかわかんないんですけれども、めっちゃおもろかったんですよ。で、自分、ふーってやるじゃないですか。で、力込めないと、肺活量ってこう出せないじゃないですか。もうその先生がね、おもろすぎて、もうなんか、ふーって言って、ふーとかなっちゃうんですよ。先生でも、言えないじゃないですか。おもろいから笑ってるみたいな。だから、ふざけないでくださいよ、みたいな、なんか言われて、すいません、もう一回やらせてくださいみたいな、なんかもうここだけ。あれ部活やってるみたいなのになってるんですよ。しかもそれね、お母さんと一緒にいてたんですけど、恥ずかしいだから、でなんか自分右の部屋行ったんですけど、その左の部屋3人ぐらいなんか入れ替わりしたねみたいな。なんか左の部屋めっちゃ充血早いんですよ。充血あ早いんですよ。あ順まあいいやが早いんですよ。それで、ね、もう声めっちゃ聞こえちゃだねみたいな。え、自分の声みたいな。あ、いや、あんたの声じゃないよ、先生の声や、みたいな。マジで、あそこだけスパルタっていうかね、体育部でしたね、どこかの。もう、絶対サッカー部とか野球部とか、そっち系のノリでしたね、あそこだけ。っていうね、話があったんですけれども。そうです。で、まあ、体育っていうか、体育部っていうか、連想の話をするんですけれども、自分ね、高校生の時にね、柔道の、体育のね、あったんですよ、種目が。体育でその柔道をやるみたいなんでね、すごいなんか、ダッサーい、なんかヘッドキャップとかかぶってね、しとったんですよ。でそれで、なんか柔道の先生が、なんか全員手話みたいな言って、で、行くじゃないですか、あ、先生が手話を釣ってると思って、ちょっとなんか、え、お前、飲んでないぞ、あっち行けみたいな。
理不尽じゃないですか。マジで理不尽なんですから。あれ自分が聞き間違えたんですかね。でも友達もなんか、え、全員集合って言ってたねみたいな。で、なんか、え、言ってたよなって感じで、なんか何があったんやろみたいな。まあ結構ね、あのいじられてるって言ってた、いじられとったんですよ先生にも。そうそうそう、だからなのかもしれない。そう、マジで自分のね友達癖のね、あのある人が多すぎてですね、うまい、なんて言ったっけ、癖がある人がね多すぎてですね、あの親友の一人なんですけれども、なんかあのテストね、テスト1週間前とかって結構ピリピリするじゃないですか。でそれであの自分もね高校生の時はすごい真面目で、あの協定平均値 4.7 ぐらい取ってたぐらいのマジであの秀逸やったんですけれども、今は全然勉強できないですけれども、でそれでめっちゃ勉強しとったんですよ。でも自分前々から結構ね、あのコツコツ勉強するタイプで、ほんまにテストの3週間前ぐらいからちょっとエンジンかけ出すんですよ。ちょっとあのコツコツで勉強して、だからそのテスト1週間前とかはあんまりなんて言うんでしょうね、みんなと同じようなピリピリ感はなくて、普通に遊びにも行ってたし、まあね、普通になんかツイッターとかも更新頻度下がってなかったんで、でなんかその水風船したみたいなのをねツイッターに載せたんですよ、そのテストの1日前に。じゃあなんかね友達がね、あのなんかテストの日だったらね、え、今日テストなみたいな、ほんまにお前マジで言ってると思って、え、ほんまにやばいやと思って、その時保険のテストがあったんですよ。え、なんで今日テストってわからんかったんっていう、みんななんか1週間前とかさ、なんかピリピリする雰囲気あるやんみたいな、なんかやのに、その子がね、え、でもなんかあのゼパがなんか水だったっけ、水風船の水風船で遊んでたから、なんかテストちゃうと思ってたみたいな、なんかええー、と思って、そんな、いやいやいや、あ、この子水風船してる、あったら明日テストじゃねえとかないからさ、頭かないよもうあの人は。ほんまにすごいですよね、なんか癖のちょっと強い友達ばっかりでね、もうおもろい。マジでね、もう一人の友達もいるんですけれどもね、あのなんでめっちゃね二人でね飲みに行ってたんですよ。で、あの昔の話なんですけれども、でそれで友達酔いつぶれて、まあ返したんですよ、タクシーでね、バイバイみたいな感じで返して、でそれで、あのあもう安心やわと思って、もう自分も家にね戻りかけてたんですよ。じゃあなんか電話かかってきて、その友達から、でそれで、え、なんかこの人全然違う人が出てきたんですよ、男の人の声で、え、違う友達じゃないと思って、でそれで友達どうしたんですかみたいに聞いたら、いや、なんか駅前で倒れてたんで、なんか電話かけてみましたみたいな。お前マジでと思って、ほんまに、しかも道路の真ん中で倒れとったらしいんですよ、まあ、引かれるって、危ない危ない、もう命越えの行動してるじゃないですか。マジでしんどい友達ばっかりですね、もうほんまに。楽しいですけどね。うん、みんな癖のある友達ばっかですわ、本当によ。なんあれなんですかね、なんかそのなんて言うんでしょうね、自分最近思った話なんですけれども、なんか小学生の休み時間の10分15分でめちゃくちゃなんかボール取りに行ってドッジボールしてるみたいなあったじゃないですか、多分みんな絶対あると思うんですけれども、自分もねその一人の打ちやったんですけど、なんかそのあの体力ってすごいなって今だったら思いません？あんな10分間やったら自分絶対寝ますよ今やったら、やのになんかもうどんだけ、多分せいぜい正味ね遊べても5分ぐらいなのに、それでなんかドッジボールして集まって、また次授業でしょ、ほんまにあの体力羨ましいな思いますよね、なんか小学生ならではのアホさがあるというか、いや、ディスってないですけど、なんかアホさがあるなと思って、なんか微笑ましいですわ、もう。最近でもね、言い方悪いんですけど、ほんまにでも
いい意味で言ってるんですよ自分は。なんかそのいとことかが小4小5とかなんですけれども、なんかそのあガキやなって思いますよね悪い意味でガキとか言ってるんじゃなくて、なんかほんまにお姉ちゃんみたいな感じで、なんかゲームをねスプラトゥーンを一緒にしようみたいな話があったんですよ。でそれで自分めっちゃ強いんですよ言うて、まあでもそんな言うてですけど S ランクぐらいでやってて、でそあのいとこたちがね、いや絶対勝ってるわ、もうお姉ちゃんボコボコにしたるでみたいな感じで結構寄ってくるんで、おおええー、受けたらどうじゃないかと思って、こいつらボコボコにしたろと思ってそんなにね言うんやったらもう、あの小4小5とか関係ない、もうあの相手もう年とか関係ないんで、もう忖度とかしないから、忖度ゲームしたくないんでそれでボッコボコにしてじゃあなんかもう子供たちの英雄になりましたよね自分がお姉ちゃんすごいねみたいな、友達も全部呼んできて、なんか全員なんか教えてよみたいな感じで、ガキやなかわいいと思っても、英雄ですよ小5小6もうね男子小学生の注目の的ですわ。嬉しいのか嬉しくないのか、一人だけこんなゴリ地雷入ってねなんか結構そういうこと多いんですよ。なんか大学1年生の時とか、たまごっちとあの稲妻イレブンのね、なんかこのバンドみたいなのが多分分からん人が結構多いと思うんですけれども、なんかやっててそれをででね、あのゲーセンに行かないと、なんかその通信とかね、ここだけ限定みたいなやつがあるんですよ。でそれをしに行きたくて、でも大学1年生やし絶対周りなんかもう小学生ばっかりで嫌やなと思ってたんですよそれでまあしょうがなしね、まあ欲しいじゃないですか、まあ、欲しいもんにはかなわんと思って、あの誰もいない時間を狙ったんですけれども、その夕方の5時ぐらい、まあいるかいるかと思って、おらんかと思ってね行ったんですよ。じゃ案の定ね、すっごいいてですねそう、たまごっちもイラズマイレブンもすっごいいてですねその中で一人こうやってたまごっちを持って行って、あすいません並びますとか言って並んでさ、こうやって通信してさ、ニートは情けねえよ、もうだったんだよ、ほんまに何って感じですよね。すごいあの時のね、大学1年のあの勇気を褒めたたいたい、本当にマジですごいわ。もうめちゃくちゃ携帯見てて申し訳ないですけれども、まあ、こういうねラフな感じで今回撮っていきますからそう、ほんまにおもろいですよね。すごいですよね。でももうちょっとでツイッターのフォロワーがね1000人いくんですよ。皆さんありがとうございます。もう全然ね、まあ、ツイッター好きなんでね、1日1回ぐらいは多分つぶやくと思うんですけれども、飽きたら多分やらないやらないんで、今のうちにねちょっと見といてほしいなと思います。そうそう、あそう言いたい、最近ねめっちゃいい韻の踏み方っていうか、韻の踏み方を考えたんですよ。多分合ってないと思うんですけど、ハリーポッターとコーンポタージュ混ぜてハリーポッターコーンポッターみたいな感じでラップ作りたいんですよ自分。こんなこと言うのはなんですけど、あのニート東京したい、ニート東京、ニートがニート東京してみたてっ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 てみたいなやつあるじゃないですか。あれをやりたいんですよ。多分全然ねラップ全然わかんないんで、あのめちゃくちゃもうほんまにリズム感だけの極意になってしまうんですけれどもニート東京やりたいな。でも著作権とか怖いんですよね自分。ちょっと弱小ですのでね、もう著作権とかやられたら終わっちゃう、もう赤バンされちゃう怖い。めちゃくちゃ鼻詰まってきた。そうやりたいですよね、まあ、今回は割とね割かしカットなしでいきたいなと思ってて、結構ね何でしょう、一人で黙々と喋れるタイプなんでんー、あとなんか面白い話あるかな。あでも泣いた話しようかな。じゃあ、あの多分ねもうすぐ動画にも上がると思うんですけれどもね、チャンネル登録者数がね1000人いってね、でそれであのめちゃくちゃで、ね、なんか感極まっちゃったんですよね。自分って結構なんて言うんでしょう、ほんまにお前は普通じゃないみたいなのを結構言われてて、なんて言うんでしょうね、中学校高校までは結構割と普通やったんですよ。なんか普通に運動部に入ってて、まあ、勉強もそれなりにできてみたいな感じだったんですよ。でもそっからね、あの
なんて言うんでしょう、拒食症になってねそう、まあ、これも言ってたと思うんですけれども、になってそこからやみ出してね、で大学1年生から友達ができずね、まあ、こういう道を歩んでしまったってわけなんですけれども、で普通じゃない普通じゃないって結構言われてね、それでまあ悔しくて泣いたりもしてたんですけれどもでも逆にこういう普通じゃないからこそ、まあ、YouTube ができてるってことなんですよ。そうね、まあ普通、まあ自分の結構ねアホムーブみたいな結構ありますけどね、その退職届出しに行くのにハンコを持ってなかったりだとかそう、あの捻挫した時にねその海外の人にね、なんか大丈夫ですかって言われたんですけど、え頭がですかみたいな、いや絶対それ足やみたいななるじゃないですかそう、その時え頭ですかみたいな、めっちゃディスられたと思って、自分めっちゃ怖かった、え頭ですかとか聞いちゃったんですよあ、ノなんか足みたいなあー、ベリーテンキューみたいな、なんかさ、もう申し訳ねえよ、もう心配してくれた方にさと思ってすごい、ノーカットってすごいやりづれえな、何をしたらいいんだって感じなんですけど、まあ、なんでその自分がねこういう地雷になったかっていう感じなんですけど、まあ、それはなんて言うんでしょうね、その可愛いなと思ったそのアイドルの子がいるんですけど、その子がねなんか地雷系みたいなこう服をしてたんですよ、声をね、その時はまだ地雷系とかそういうの出てきてなくて、で自分もあなんかそういうなんかことがあるんやなみたいな、その概念とかも知らなくて、でそれまあどこで売ってるか調べてで買ったっていう感じなんですけど、でそっからねなんかあれちょっと似合ってるやと思って、でそっから今もね始めてるって感じなんですけれども、地雷系ってどうなんですかね、皆さんにから見て受けとかってどうですかね、あんまりよろしくない感じなんですかね。なんか大学の時はめちゃくちゃ浮いてました、正直あの地雷系とかでほんまにこの格好とかで行ってたんですよ。で大学生ってね、なんか最近もなんかあのアンチ増えるかもしれないんですけど、なんかすごいなんかベージュの白っぽいなんか格好してるじゃないですか。そう、別に悪くは言わないですけれどもね、全然その自分もね服の自由はありますし、でまあそのみんな一緒みたいな感じが嫌やったんですよ。なんていうんでしょう、なんかそういうねなんか中二病みたいな感じがあるんですけど、みんなと群がりたくないみたいな、ね、感じがあるんですよね。だからその集団行動とかできなくて、でなんか気持ち悪くないですか、就活とかでも思ったんですけれども、なんかそのなんて言うんでしょうね、嘘で取り繕ってみたいな、まあ本場のもありますけど、なんか自分がそんな思ってもないようなことを言って人に媚び言ってみたいな、そんなことしてまでなんか働きたくないなと思って。だって就活ってすごくないですか、なんかそのなんやろ、別に働きたくもないのに働く権利を得るために頑張るみたいなとこあるじゃないですか。なんなんでしょうね、あの就活とかね、ほんまやめたらいいと思いますね。こんな無責任な言い方で申し訳ないですけれども、自分はねそう思いますよ。なんかおかしいなって思っちゃうんですよね、そのめちゃめちゃ東京みたい、東京弁みたいな感じですけど、そのなんかみんなで同じようなさ個性出せとか言ってるのにさ、なんか服とかさ髪型とかさ同じにしてよ、なんかそのあのオフィスカジュアルで来てくださいって言ってさ、これで起きたらさダメなんやろみたいな感じになるじゃないですか。もうなんかその世界がさ狭いんだよちょっと中二病ですけど、なんかそういうね枠組みに捉えられたくないんですよね。ほんまに自分ほんまに個性出せって言われたらこれでいくし、全然このままありのまま話しますし、まあ正味働きたくないですけど、まあ別に御社やったらまあ働いてもええかな思っちゃいましたと言ってね、そうやるんですけれどもそれでね、まあ OK 出してくれるとこもねないじゃないですか。うん、難しい世の中やなと思いますよね。そうまあこれ全然話変わるんですけれども、なんかグループ YouTuber とか最近見てるんですよ。やったらなんかあグループ YouTuber になりたいなとか思い出してきちゃって、そうでもやっぱりね、私あの社風なので、なんか何時に集合とか言われても多分来れないんで、そのなんて言うんでしょうね一人の方がね断然なんかこういう自分が撮ろうと思った時に撮れるからいいんじゃないかなって思ってるんですけど、やっぱりねグループ系 YouTuber いいですよねちょっとね今日あれなんですよ、あの目こすったらめちゃくちゃね腫れちゃってね、アイプチしててね、ちょっと目があれなんですけれども、まあお許しください。
女子ってすげえよな、なんかな、毎日メイクとかしてよ。自分もほんまに高1からメイクを始めたんですけれども、全然なんかそのやり方とか知らなくて、妹に全部教えてもらったって感じなんですけれどもなんか逆にね、でもまあなんて言うんでしょう、男性に生まれる、としてもあれじゃないですか、もう家族を養っていかないといけないみたいな、結婚するのはね、もうあれじゃないですか。だからまあもう女に生まれようが男に生まれようが一緒みたいな感じもありますけどね何を話してんだか感じですけど、まあ、こういう動画ですからね、ゆるゆる話す自分のね思いをそう、まあでも友達の話にまた戻るんですけれども、やっぱね、自分は 広く浅くより深く狭くみたいな感じなんですよ。まあ、全然大学のねノリが嫌いってわけじゃないんですけど、そのやっぱりね、もうサークルとかのね、あのビャーみたいなノリがめちゃくちゃ嫌いなんですよ。なんでしょうね、飲み会は好きなんですけれども、なんやろ、そのサークルの中でなんかとっかいへっかいみたいなのするじゃないですか。もう気性持ってなんかもう会うのも寒気がするんですよ、見てたらもう嫌やなと。そういうなんかサークルって今もあるんですかね、都市伝説やと思う。今はあんまないと思ってるんですけど、あるんかなって感じです。あとね、あの自分のこれからの YouTube の方針としては、なんでしょうね、ほのぼのやって、ほんまにでも今のまんま、このままなんか仮にね、仮に1万人とかね、あの2万、3万、5万増えようが、このアングルで撮るのは変わらないと思いますし、あ、でもまあまあ、もしかしたら変わるかもしれないですけど、このね、部屋から出ていけとかだったら変わるかもしれないですけど、まあ、極力変えないようにしますし、なんでしょうね、別にお金が欲しくて始めたわけじゃないので、そんな、なんて言うんでしょうね、その、会える機会、まあ、その、なんて言うんでしょう、会える機会作ったらお金もらえるとか考えてるわけじゃなくて、その営利目的みたいな感じはないですね。その会える場所とか作ったりしても全然営利目的じゃないと思ってくださいこれからね、自分がやるときもあんまりその稼ごうと思って始めたわけじゃないので、そのなんか自分のね夢があったんですよ。そのネットで有名になりたいっていうねお前それなんか抽象的すぎへんみたいな感じの夢があったんですよ。ほんまにずっと大学1、2年の頃からずっと言ってて、ネットで有名になりたい、ネットで有名になりたいみたいな言ってて、それで新卒、まあ普通にしようと思ってたんで、その夢をね押し殺して新卒で就職してって考えてたんですけれども、なんかもうまあそれも失敗したんで、あ、もうここで夢叶えるしかねえと思って、結構ね、あの思い切ってやった YouTube なんですけれども、こんなね2ヶ月で2000人とか行くと思ってなくて、なんかこうやってね、どんどんまだまだ序の口ですけどね、こうやって自分の夢がね叶えられてるんやっていうのが徐々にね実感していってね、ほんまに嬉しいなって思います、まあその、まあなんて言うんでしょうね、顔と性格のギャップやと思うんですけれども、でも自分はほんまに性格で好きになってほしくて、なんて言うんでしょうねまあわがままやと思うんですけれどもそう、まああるじゃないですか、なんか顔だけやったらあんま続かないみたいなね、アイドルとかもあるじゃないですか。なんかその中身をねやっぱ好きになってもらわないとね、固定の人とかねついてこないし、人間性でね黙らせたいんでその黙らせられるぐらいの器が私にあるかどうかはちょっと置いといてもらってですねそう、なんでこれからもね、なんかこういう気違いな感じでねやっていくんですけれども、まあ皆さんもね、あのついてこれる人だけついてこれたらいいなって思いますはい、まあ優しい人だけね、うん、ついてきてくれたなって思いますよ。皆さん本当にありがとうございます。もうこれほんまにカットなしでね行くんで飲んでますか皆さん、アルハラタイムですよ、アルハラタイム飲んでください。自分もあともうちょっとなんでね、全然飲んでなくないわおわおですよ。これ言ったらちょっと治安的にやばいかもしれないですけど、やっぱりねネット民ならねみんな知ってますよね、飲んでなくないわおわおはちょっと右目の調子が悪いな今日。もうなんであんな、もう目めっちゃ痒かったんですよ、かいちゃってね。でも逆になんか皆さんがねしてほしい企画とかあります？逆に質問するんですけれども、
あんまりねその企画とか考えてなくて、まあ、緩い企画でね、まあ、しゃべくりメインで見てもらったらいいなと思ってるんでやってるんですけど、どうでしょうそうで、まあそれで、うん、あでもまあまああれかな、その質問コーナーとかでもあったやつなんですけれども、あの自分のね恋愛の事情が気になって仕方ないですみたいな、まあ、コメントが来とったんですよ。まあ、それはねあの、まあ、ここの方が話しやすいんで、ね、ここで答えちゃいますそうだから見てくれただけのプレミア限定でございますまあ自分がどんな恋愛してきたっていうか、なんでしょうね、結構でも初めてその付き合ったのがほんまに大学1年生なんですよ。その病んでた時に付き合ってみたいな、それでまあちょっと治ったみたいな感じなんですけれども、でもあのままちょっと付き合ってなかったら病院送りやったかもしれないですねそう危ないですけれども、でまあそれで、付き合ってでも1年ぐらいですかね、平均1年ぐらいですで付き合ってたんですよね。まあでも自分の恋愛の傾向といたしましては、なんかそのこいつあかんと思ったらもうすぐ切るんですよもうほんまにもう秒速で切るんですよ。あ別れるバイバイみたいな、もう未練ないんですよだからもうすぐ切るみたいな感じなんですけれども、まあ、でも結構まあ正直ね、まあ、男遊びがね荒かった時期もありましたよね。別れてなんか無謀時その自暴自棄になってみたいなそう自暴自棄になった時期もありましたしね、もう全然ねあの今のね時代とかねほんまになんかそのマッチングアプリとかね一瞬やってましたしねそう、まあできなかったですけどね、案外なんかその変な人ばっかりやったんでね、やっぱああいうのやる人ってねやっぱ変な人ばっかりやねんなって、逆にでも社会勉強になりましたね。だからもうちゃんとねちゃんともう普通のところで出会ってね、普通のところでもいい人できたらええなとか思ったりもしますよね。これからねあの TikTok ライブをあのこの後やろうと思ってるんですよ。 それでなんか2000人記念でパンってシャンパン開けてやろうと思ってるんでそうまあねほんまになんかこんなにリアルタイムで見てくれる人がいるっていうのが実感できて嬉しくて嬉しい話しかしてない。なんかちょっとねまあ2位ぐらい寄ってきてるんで、ほんまにね感謝の気持ちをね表したいっていうあれなんですけれども、まあ、その前半のね30分は真面目に喋ろうと思ってそう真面目に喋っておりますそうでもこれからやるんでね、まあ、皆さんも来てくれたら嬉しいなと思います本当にね見てくれてありがとうございますよ。こんなおもんないチャンネルをねもうありがとうございますありがとうございます。あのチャンネル登録者数2000人おめでとうございます。こうやって開けたらいいんですよね。あれします。ホストのやつします。いけばできます。なんとなんと視聴者様からカフェパンいただきましたありがとうございます。サンサンキュキュなら、サンキューだー待って、これやねんけど。ポンって開けるとやんけど。ポンって開けるやつやと思った。普通にキキキキキ。ありがとうございます。あらす。ポンってなるかと思った。全然これやん。なんだこれ。まあね、ちょっとしょぼいんですけど、カフェバーで、正直ね。でも、この、今日、萌えシャンを開けてしまうと、もう、1万人といた時に、その、アルマンドとか開けないといけないんで、ちょっとね、あ、みんな、おめでとうございます。あ、カフェバーキャップなんよね。わからんかった。先に言って。ありがとうございます。酔ったよ酔いましたよこれこれカフェバー飲んだんすよ全部飲んで酔ったよ完全TikTok ライブでさ、みんなさ、おめでとうって言ってくれてさ、もう嬉しい。もうね、嬉しいです。まだ、なんかもうこれからも四つ目頑張りたい。あれ、踊りたくなってきた、これ。ノリで新卒破棄すればいいじゃん。後のことは責任取らんけど、みたいなやつ。何その歌何
なってきた。もう一回 TikTok ライブしたら、 TikTok ライブやっぱおもろいっすよ。もうほんまにもうマジで嬉しいです。なんかもう泣いちゃいそう。泣きそうです。なんでこんな自分にみんなしてくれるんだ。なんでみんな許してくれるんだ。ほんまにおもろい。もうね、酒飲んだらね、やっぱりまあ感情深くなっちゃいますから、まあ、それはしゃあないしゃあないって感じでね、まあ、しゃあないみたいな感じで、みんな多めに見てもらってください。多めに見てもらってください。なん、どういうこと。多めに見てやってください。多めに見てやって。さ、酔ってるのは多めに見てやってください。おもろい。 YouTube はおもろい、 TikTok もおもろい。人生ハッピー&ピース。ラブ&ピースだろうがお前ストレン。あーもう怖い、もう十分怖い。ちょっと歌いたくなってきちゃった。歌いたくなってきちゃったな。ちょっとホットリミットとか歌っちゃう。ホットリミットどうか。よせー夏が刺激する。生足ミラクのマーメイド出すとこ出せたままになったら本物の恋はやるそうかい。何してんだよ一人で。一人で何してんだこいつは。わかんない。俺にわかんないよそら。何の試験の時間なんだ。何の試験の時間なんだ。その船の漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が飢えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。ちょ、さ、酔ったらさ、歌いたくならん？みんな、僕だけかな？それは。歌いたくなるんだけどさ、これは俺だけなんかな？おもろい！おもろい！おもろくなってきた！やばいぞ！おもろくなってきたぞ！何のライブ？何のライブだよ、これ！ライブじゃねえよ、これ TikTok なんだ。じゃあ TikTok じゃねえ？YouTube なんだ。おい、あーもうほんまにさ、これのさ、もう YouTuber やったらさ、もうマジで仕事やる仕事やる。嘘でーす。終わり終わりもうしてる。ちょ、終わりました。これ一本飲んだんすよ。 ありがとうみたいな感じで飲んだんすよ。それでテンション上がって、なんか他のね、なんか、TikToker の人とね、なんかライブしよう思って、で、筋肉っぽい人探したんですよ。で、それで、筋肉ルーレットしてくださいって言ったんですよ。あ、どっちなんだいてってやつね。言ってたんですけど、で、それ、ハラスメントしすぎて、めちゃくちゃ、コラボ拒否されて。くそだよ、くそ。でもめちゃくちゃね、ノリ人二人ぐらいいてね、めっちゃおもろかったです。でも他の人に申し訳ないですね。なんかその「あら筋肉ルーレットできますか？」みたいな感じで言っておもろかったですね。申し訳ないでございます。TikTok おもろいわ。